お願いします。お願いします。ちなみに前回から調子どうですか？練習してて、いい当たりの時はめっちゃ綺麗に飛ぶんですけど、うん、なかなか同じ位置に当てるってことが難しくって、当たりが悪いなって感じてます。あ、なるほど。始めたばっかりなんでもう安定するコツ伝えながら行こうとは思うんで、 2,3 球ぐらいじゃあ打ってもらって、はい、OK です。じゃあ、はい、ちょっと今日のポイントは、はい、まあ、クラブの上げ方編やります。はい、待ってました前回本当こうクラブの上げ方を、はい、まあ、まだ全く伝えてなくて、はい、握り方とどう振るかっていう感じだったんで、はい、でもそろそろ上げ方に悩んでるんじゃないかなと。はい、知りたかったです。一応まあ前回のおさらいもするんで、はい、でじゃあアドレスの構え作ってもらって、握り方の確認で、はい、右手外してもらってで左手の握りで、でまあ指先で握るっていうのと、はい、この親指と差し指のこの付け根の部分が真ん中ぐらいに来てて、付け根はちょっとキュッと締めるっていう感じですね。あ、そう、ここをちょっと締めてあげるって、はい、ちょっと安定しやすくはなるんで、はい、OK です。まあ、前回は根本的にクラブを振るっていう動きが、はい、こっちでいこうかなじゃあこっちで見てみようクラブを振る動きは体重移動が先でクラブを振るっていう、はい、それは見てても意識できてるなっていうのがあったん で、あとはまあそこにつなげるための、まあ、正しいクラブの上げ方っていうところを今からやります。はい、まあ、クラブをどう上げるかっていうので体の使い方から今日覚えていくんですけど、はい、体の使い方で右足に体重を乗せます。右足に体重を乗せて体を回します。一回じゃあこっちでちょっとやってみましょう。はい、クラブを肩にこう当てがってもらって、はい、でちょっと前傾の姿勢とって、はい、でまず右足に軽く体重を乗せます。で体を回転させる。あ、そうそうそう、はい、でこの姿勢がバックスイングの基本的な動きですね、はい、でだんだんこう流れをスムーズにしていきます。はい、右に乗せて回転、はい、OK、 今その動き、前傾姿勢になってこう、OK です、はい、それを前回の体重移動が先でクラブを振るっていうところにつなげるっていうので、はい、構えたところから右に体重を乗せて体を回す。体重を乗せてから体を回す。そうです、はい、その順番でいくとスムーズに体が回りやすくなっているんで、体重乗せずにクラブを振ろうとすると、うん、ちょっとぎこちない感じになって、はい、でそこからあれ体重乗せて振るってどうだったっけっていう感じが多分今日のスタートかなと。なかなか左足に体重がうまく乗らないっていうか、うん、そう、左に体重が乗らないっていうのがどっかで右に体重が乗るタイミングがあるとまたこう左に乗せるっていうのがすごいスムーズになるんで、右に体重乗せる、回す、左、ちょっと多くなるんですけど、はい、ここまでセットで頑張っていきましょう。はい、右に体重乗せる、回す、左、左、うん、一応まあこっち向きでもやってみると、右に体重乗せる、回す、左なので、まず素振りからやってみましょう。はい、難しそうちょっと覚えることが多くなるんで、前傾姿勢になってそう、右に体重乗せる、回す、左、左に体重乗せて振る。ちっちゃい動きから最初いきましょうか。最初ちょっと小さめで、右に体重乗せて回す、左乗せて、うん、もうこれぐらいから右に体重乗せて回す、左乗せて、うん、左に体重を乗せるタイミングはいつですか？OK です。左に体重を乗せるのは、右にまず体重を乗せるところからスタートして、はい、回ってるなっていう、もうクラブが右膝の位置通り過ぎたら、はい、もう左に乗っていくっていう感じで、めちゃくちゃ早いです。はい、あ、そう、そのタイミングですね。今の右です。はい、そう。一回向こう側向いてやってみましょうか。今すごい良かったんで、右回って左っていう、そう、なんかそこがもう流れるようにつながってくる。そう、 OK です。じゃあ、はい、一回それでマットこすりながらやってみましょう。はい、そう、お、いいですね、いい感じ。前で、右回す、左、
頭の中で覚えることいっぱいになってくると、はいはい、と短い言葉に変換してもらって右回左ぐらい1,2,3 とかでもいい。あ、そうそう、 1,2,3 でもいい。あ、今 1,2,3 でめちゃくちゃうまくできてました。よかったです。1で右に乗ってて、2で回りつつ左に乗ってて、はい、で3っていう感じで、はい、ボール打ちながら、はい、もう 1,2,3 でこの感じでいってみましょう、はい、うん、ボールがあると難しいですね。そうそうそう、ボールがあるとスムーズなタイミングとか難しくなる。難しい本当に体がなかなかボールあると回らなくなっちゃう、うん、たまにこう素振りしてあげて、はい、お、いい感じです、うん、はい、お、ナイショー。球、うん、上がってくれてまっすぐ目行きましたね。今までにないぐらい上がりました。おお、ちょっと球上がり始めた、ね、上がりました。ナイショ。お、上がっててまっすぐ行き始めてるんで、これ今うまくあのバックスイングの正しい流れでできてます、うん、安定し始めてます。うん、オッケー。おお、今までの中で一番球がちゃんと上がってまっすぐいってる、うん、綺麗に、はい、安定はやっぱある程度練習をしなきゃいけないっていうところですけど、はいはい、まあでも目的はその上げ方に悩まない状態を作るっていうのができればいいかな、はい、お、ナイショー。お、上がってる、うん、ちょっとスピード上げて振ってみます。はい、チャレンジ。あ、チャレンジ中はもうしっかり頑張ります。 1,2,3 で振っていきましょう。よいしょ。おお、まっすぐ高い球、嬉しい、うん、おお、83ヤード今日一の当たり、嬉しい。に周りでゴルフしてる子とか、はい、いますか？数人います。その子たちはもうラウンド回ったりしてますか？回ったりしてますね。おお、ちょっとラウンドデビューしたら一緒に回れるように回ってみたいです。なったらいいですね、うん、ないしょ。前より本当に高く飛ぶようになりました。うまくこうバックスイングから体重移動と体の回転でクラブ上げれてるんで、左に移るタイミングっていうのがこう取りやすくなるっていう状態になってて、はい、うん、それで勝手にこうヘッドがパーンと走ると球が上がるみたいな感じになってくるんで、まあ、前回までのこう上げ方分かんない状態だとちょっとこうぶつけるだけみたいな感じになるのが、なんかしっかりクラブ触れてるっていう状態作れてます。やった、うん、今のだと1ちょっと軽めというか、1であんまり右に行きすぎるとぶれちゃうんで、はい、軽く、あ、そう、1の時本当にちょっとだけっていう感じです、はい、軽く1の時に、はい、まあ、もう体の位置が、まあ、5ミリだけ動いたかなぐらいの本当に気持ちです。本当に気持ちいい、本当に気持ちぐらいで素振りしながら、あ、そうそう、本当それぐらいでも全然、はい、お、いい、バランスいい、それぐらいで、お、ナイショー。お、高い、うん、高い、いいね、いい球。OK。 お、90ヤードちょうどぐらい。スイングのリズムというか、うん、まあ、体のこう体重移動で振れる状態になってるんで、おさらいでいくと、うん、まあ、左手の握り方、指先で握りつつ、はい、1,2,3 のリズムで、1でもうほんと5ミリだけこう体重右に乗せるような感じです。ほんのちょっとだけ右に1で、2で体の回転と左にで3で振るっていう、はい、 OK。 おお、まっすぐ、ナイショ。じゃあいい状態できてるんで、この辺で終わってきましょう。この辺で終わってきました。気持ちよく。はい。というところで、まあ、さくらちゃん今、順調にラウンドデビュー目指してるんで、はい、応援したいって方は、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。